はいどうもこんにちはクレイです。よろしくお願いします。さあということで今回は2022タイムスリップ第2弾予想をやっていきたいなと思います。はいということでございまして5月もですね中旬に差し掛かり、まあそろそろですねこのタイムスリップが気になってくる、頃合いなんじゃないかなと思います。で第1弾のタイミングではですね新規の登場選手の、投手野手まとめっていうところの動画2本出してるんですけど、まあ第1弾のねラインナップの予想っていうところが結局動画では間に合わなかったので、第2弾に関してはちょっと早めにね、動画の方を出しておこうかなと思います。ってことで、今回ですね過去6年のタイムスリップの流れ、振り返りからやっていきまして、で今年登場する選手対象から外れた選手もね改めてまとめてきましたので、まあ、そちらの紹介していきながら、タイムスリップ第2弾の登場日そして12名の選手予想というね、ところやっていきたいなと思います。まあ2弾も非常にね予想が難しいところであるんですが、早速本編入っていきましょう。はいということでまずは6年間のねタイムスリップの流れのお話からなんですが、まずは、毎回でありますけれどもタイムスリップと OB の違いですね。タイムスリップは現役コーチ監督が全盛期の能力で登場します。で OB は、解説者や評論家の方、などなど NPB 外の、レジェンドの方々が登場するラインナップになってます。でまあ球団職員とか、あとは背番号のない、選手っていうところに関しては OB 扱いになります。例えば、まあ、アドバイザーで、球団のね、職員としてやってる、方とか、あとはまあ臨時コーチとしてそして、まあ、キャンプとかだけ、コーチをやられた方などは OB 対象になります。で6年間連続登場しているところっていうところで言うと福留選手のみになりました。去年内川さんが出なかったので、まあ、ついにね、福留選手のみとなったわけなんですが、まあ、そこが今年も中日版なのかついに、他球団に変わるのかっていうところも、気になるところなのかなというふうには思います。であとはポジションかぶりについてですね、ここに関しては、まあ、基本的に同じ年にタイムスリップが出たポジション、例えば西武で言うと松井加藤選手が第一弾で出たんで、まあもう同じショートのポジションの選手は今年出ないっていうような予想が今までは結構ベタとしてあったんですけど、ここ数年はですねそれもなかなか崩れてきてる部分ではあって、まあ、同じポジションがメインでもね、被って登場してくる可能性は、ある形になってますので、まあ、予想が非常に難しくなっているところなんですが、まあ、ただねさすがに第一弾と第二弾で連続して同じポジションがまさに被してくるっていうところはなかなかねさすがにないんじゃないかなと、可能性自体は極めて低いのかなというふうには思いますので、まあ、今回はそれを前提に予想はしていこうかなと思います。さあということでここからですね、対象選手のお話をしていこうかなと思うんですけど、まずはヤクルトでございます。はい、ヤクルトは大ちゃん雄平選手が出ましたね。であんまりねタイムスリップ対象から外れた選手が多い球団ではないんですよね。どちらかというと、まあ、新規の選手が今年は結構増えたかなっていうような印象ではあります。まあ増えたというかもともと対象ではありながらもまだまだ出てない選手が結構いるっていう感じですかね。まあただヤクルトファンの方とかだとやっぱ2015年かなの優勝の年絡み、その周辺で活躍した選手、まあ、雄平選手が大ちゃんに出たこともあって欲しいという方も多いんじゃないかなと思います。続いて阪神です。阪神は大ちゃん藤波選手が登場しました。で対象から外れた選手としては平野さん、鳥谷さん、坪井さん、今岡さんということで、まあ、結構外れた選手多いんですよね。まあ、特に鳥谷さんなんかは毎年のように、まあ、セレクションも含めてね出てる印象ではあったので、まあ、今年からはもうタイムスリップではなく出るとすれば OB というような形になってます。で新規登場選手は先月の動画でも取り上げてますが、安藤選手、久保田選手、江草選手あたりですかねが今年新たに追加させてもらった選手たちというような感じでです。まあでもやっぱ阪神の注目ポイントは新庄さんが出るのかどうかっていうところだと、福留さんの阪神版が出るかどうかあたりが注目ポイントにはなるのかなと思いますね。続いて巨人です。巨人は第1弾小笠原さんが出ました。で対象から外れた選手としては吉村さんと宮本さんかなが、過去タイムステップ出てるところとしては、上がっております。で過去登場してて今年も可能性がある選手っていうところで言うと河合さんですね。ここが復活になりました。2018年で一旦コーチをね辞められていたんですけど、また今年から復帰されたということでタイムステップ対象に戻ってきてます。で新規の、候補に関してはイリキさんと木田さんですね。ちょっと今年はあんまりね追加で入った選手がそこまで多くない印象ではあったんですけど、こう去年から、追加させてもらってます。続いて広島です。広島は長川選手がですね大ちゃんの、ね、登場になっておりますが、候補から外れた選手っていうところで言うと栗原選手と今村選手ですね。こちらが、対象から外れました。で新規の、候補に関しては結構増えているところかなとは思うんですけど、まあ、逆に増えたがゆえにめちゃくちゃ予想が難しいのかなというようなところでありますね。まあ、注目ポイントは、まあ、丸選手かな。セレクションではずっと登場してますけども、丸選手のタイムスリップっていうところが、今年は出るのかどうかっていうところも一つ注目かなと思います。
続いて中日です。中日は第1弾森野さんがね、久々に登場という形になりましたが、タイムスリップの対象から外れた選手でいうと与田さん、中村さん、二村さん、パウエルさんということで結構外れてるんですよね。で、まあ逆に新規にも中田さん、小笠原さん、田島さん、落合さんというところで入れているんですが、まあ中日はやっぱ中村典弘さんのねタイムスリップというか中日版初登場っていうところも、注目ポイントではありながら、第1弾で森野さんが、まあ、センターで出たんでね、まあ、そこがあえて、まあ、サードではなくセンターで出したというところで中村典弘さんの登場の、まあ、伏線なのかというような予想もできなくはないんですが、まあ、一つそこはねやっぱ注目ポイントにはなるのかなと思います。続いて DeNA です。 DeNA は第1弾の斉藤隆さんが登場になりました。でタイムスリップ対象から外れた選手は川村さんですね。川村さんが今回は外れてます。で新規登場しそうな選手は、伊野尾さん、三上さん、田中健二郎さん、山口さん、おさらさんあたりを、まあ、今年、追加させていただいたんですが、まあただ結構ねタイプが被るピッチャーが多そうだなというか、右ピッチャーの先発っていうところがタイムステップ対象、まあ、特に今年追加した伊野尾さん、山口さんもそうですし、まあ、あとは毎年のように出てる番長もそうですし、結構被るんですよね。まあただ DeNA も野手が非常にね強い候補たくさんいますので、まあ今年もタイムスリップは、注目球団の一つになるかなと思います。続いてオリックスです。オリックスは第1弾の藤井さんが、登場になりました。でタイムスリップの対象から外れた選手は赤堀さんと阿波野さんですね。はい、ここが、外れました。まあそもそも赤堀さんは去年タイムスリップ対象だったにもかかわらずセレクションで出るっていうね、ところがありましたけれども、まあコーチから、外れましたので、ここは対象外になってます。で新規登場選手候補としては比嘉さん、松葉さん、平野さん、川越さん、小林さんを入れさせてもらいましたが、まあどうだろう、イチロー選手がすでに出てるっていうところもね一つオリックスの予想は難しいんですけど、ただそこに合わせてもうライトで藤井さん確か出たんですよね。なのでまあさすがにもうちょっと外野手の特にライトっていうところはもうないんじゃないかなと思っていながらも、まあ、予想は難しい球団の一つであるのかなと思います。続いてロッテです。ロッテに関しては第一弾堀さんが登場になりました。で対象から外れた選手は特にロッテはいなかったかなと思うんですが、登場候補としては唐川さん、石川由美さん、涌井さんの3選手を追加させてもらいました。まあ、特に石川さんとかはツーシームありバージョンとかね、来るとすると、まあ、欲しい方も非常に多いと思いますし、目玉になるんじゃないかなとはゲーム的にはね思っているところではございます。まあ、あとは井口さんも今年ロッテで出そうなタイミングというか、去年ホークス版出てるんで今年おそらくロッテで出るんじゃないかなとは思うんですけど、もう堀さんが出ちゃったんで、まあ、出るとしてもかなり後ろの段にはなってくるのかなって予想個人的にはしてます。続いて楽天です。楽天は第1弾高梨さんが出ました。で候補から外れた選手としては鉄平選手ですかねが対象から外れてます。で新規としては福山さん、三馬さん、田中マー君、岸さん、唐島さんあたりを入れさせてもらったんですが、まあやっぱりマー君が出ればここはもう目玉にはなるかな。セレクションではね出てますけども、まあ、当然タイムスリップとしても対象にはなってます。続いてホークスです。でホークスに関しては松田選手が登場になりました。で対象から外れたのは澤部選手、工藤選手、 SR 選手の3選手です。でまあ新規にもねそれぞれ結構追加をさせてもらったんですが、まあさっきの流れで言うと、まあ、やっぱ井口さんは今年はロッテ版なのかなっていうところ、あとはまあ小久保さんと松田選手の被りっていうところはあんまり想像できないのかなっていうのが個人的な予想ではあります。まああとは今監督やられてる藤本さんがどこで出るか、まあ、今年出るのかどうなのかっていうところも一つ注目でありますかね。続いて日本ハムです。日本ハムは第1弾島崎選手が、登場になりました。で対象から外れた選手が吉川光雄選手、陽大館選手の2選手です。であとは片岡さんがですね過去登場していたところであるんですけど、今年からまた、タイムスリップ対象に戻ってきてます。であとは新規登場しそうな選手には田野さん、高梨さん、鍵谷さん、新庄さんですねが入ってくるところでありますけども、まあやっぱ一番はビッグボスでしょうね。ビッグボスのタイムスリップが、まあ、初登場となるのが、まあ、おそらくね新庄さんを出さないっていうことはないと思うんですよ。ただ日本ハムなのか阪神なのかっていうところ、まあ、流れ的に言うと次は阪神の順番なんですが、まあ、話題性を言うのであればやっぱり日本ハムで、まあ、出したいところもあるのかなっていうような気もしますんで、まあ、そこは非常に、予想も難しいし逆に楽しみなところかなとは思ってます。でラスト西武ですね。西武は松井稼頭央さんが第1弾で登場になりました。で対象から外れた選手は結構多くて伊藤さん、工藤さん、片岡さん、松坂さんということで、まあ、結構毎年のように出てた選手とかも外れてますので、まあ、予想も難しくはなってくるのかなというところでありますが、逆に新規登場した選手にも4選手が追加になってますので、まあどうでしょう、
しょう、結構新しい顔ぶれになる可能性もなくはないのかなと思っているところではあります。まあただ、まあ、松井稼頭央選手は大ちゃんで出たんで、同じショートっていうところでは中島選手は、まあ、出るとしても6段とか、まあ、それぐらい遅いタイミングにはなるのかなと思ってます。まあでもほぼほぼないだろうな。はい、ということで以上がですね、対象選手そして新規登場候補というところでございましたが、ここからですねタイムセーブ第2弾の登場日と12選手の予想をやっていきたいなと思います。登場日に関してはちょっと現段階ではざっくりなんですが、5月の24日から27日のどこかと予想しております。まあ、イベガチャ予想のね動画の中では結構具体的に数字、まあ、とりあえず当てはめで出しているところであるんですけど、まあ、それはあくまでも当てはめというかもう予想もうざっくりしすぎてる予想なんで、まあ、ピンポイントで予想するってなると、まあ、本当にこの24、25、26、27の4日間のどっかしらになるかなと思います。で17日のねガチャ更新次第で、まあ、やっぱり一番は分かるかなっていうところ、まあ、結構早い段階でこの動画撮ってるので、まあ、細かいところの予想は難しいんですが、まあ、ただ一つ要素としては特殊能力調整のアップデートがですね5月下旬に入るよっていうところ予告されてたと思うんですけど、まあ、そことおそらく同じタイミングでの登場になるんじゃないかなと思ってます。まあ、去年もね第2弾の登場のタイミングでメンテナンスが入ってまして、まあ大体毎年これぐらいのタイミングで1回目調整のねメンテナンス入ってますので、まあおそらくそのタイミングになるんじゃないかなと思うので、まあガチャのね終了時間が12時59分になるタイミングとか、まあもしくはもっと長く撮るのであれば8時59分とか、まあそこは分かんないですけれども、まあ14時59分じゃないタイミングでガチャの終了とかが来れば、まあそのタイミングでタイムスリップ何段っていうのが非常に可能性としては高まるのかなと思います。はい、でですねラインナップの予想になるんですが、今回の12選手予想はこんな感じでございます。はい、まあ2段はねすごい予想が難しい、まあ、1段ももちろん難しいんですが、まあ、本当に1段2段というかもうタイムステップの序盤、まあ、タイムステップだけでなくて OB とかもそうなんですけど、前半戦はね本当に予想できる要素が少なくて、まあ、非常に難しいところではあります。ただまあおそらく例年の流れでいうと第2弾というところは確定で60連でね確定で取れるっていうところになりますので、まあ、初登場選手を今回は多めに予想をさせてもらいました。あとは結構限界突破がしやすいところかな、まあ、現役で A ランクが出てたりとか、するところを、結構重点的に選んだっていうような、感じになってます。まあ去年とかもね第2弾はあんまりこうめちゃくちゃ豪華っていう感じではなくて、まあリーグ的に確定で取れたらオーダーで使いたいなという選手とか、まああとは結構初登場の選手とかっていうところが多かった印象ではあるので、まあ今年もそんな感じになるんじゃないかなっていうのが、一つ予想ではありますね。はい、ということで、まあ、以上が僕の予想ではあったんですが、ぜひ皆さんの予想もコメント欄にて書いていただければと思います。はい、ということで今回はタイムスリップ第2弾予想をやっていたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ本当に今年もそうですし、まあ、去年からねいろいろ、まあ、ここ最近のねプロスペースっていうところは予想が本当に難しいところになってますが、まあ難しくなればなるほどね予想するのも面白い、予想しがいがあるというところになりますので、まあぜひ皆さんの予想もね先ほども言いましたがコメント欄にて書いていただければと思います。ということでぜひこの動画楽しんでいただけたら高評価チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。昨日ね藤川球児さんとのコラボ動画上げてますので、ぜひまだ見てない方は見ていただければと思います。後編はちょっと近々、まあ明日か、まあ、今週のどっかしらぐらいでは出せるかなと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。